俺を騙してたんだな。そんな最低な女だとは思わなかったよ。すると小雪さんは今までの愛想のいい振る舞いを一切やめて冷たく話し始めた。はあ？騙してた？夢見させてあげたのにその言い方は何なの？え？私の名前は千尋、35歳の専業主婦。私には3歳年下の翔という弟がいるのだが、ある日家族みんなで実家に集まった時に弟が結婚すると報告してきた。これには私も両親もびっくり。弟は大学を卒業後に公務員となり、毎日一生懸命働いていた。顔は普通だが性格も優しいし、一人暮らしの生活が長いから家事も完璧。料理も上手で、たまに弟に振る舞ってもらうのだが本当に美味しい。稼ぎが安定していて性格も良くて家事もできるって相当スペックが高いと思うのだが、なかなかどうしてか結婚ができない。弟はお付き合いしてきた彼女も何人かいたようなのだが、いい人なんだけどと言われ振られてしまうそうだ。弟はなぜか刺激を求める女性と付き合ってしまうようで、振り回された挙句に振られてしまうオチが続いているらしい。そのため弟が結婚すると報告した時は、ついに来たかといった感じで感動した。家族みんなで弟を祝福した。しかしこの結婚によって私たち家族が散々な目に遭うとはこの時は微塵も思っていなかった。後日弟は実家に婚約者を連れてきた。私も一目見たくて夫に息子を預けて、その日に合わせて実家へ。すると夫が連れてきた女性を見て私たちはびっくり。かなり若い子で今時のギャルのような雰囲気。どうも初めまして、小雪と言います。笑顔で明るく挨拶をする小雪さん。人懐っこくて愛嬌もあるいい子だという印象だ。実は小雪は23歳で俺の9歳も年下なんだ。小雪さんは専門学校を卒業して、それからは美容室で働いていたそうだ。お客として来ていた弟と仲良くなり、飲みに行くようになって交際がスタートしたらしい。まさかあの真面目な弟がそんな出会い方をするなんて。小雪さんとの年齢差よりもそっちの方が気になった。ケーキを買ってきたので、よかったら皆さんで召し上がってください。あら、ありがとね。じゃあ紅茶入れるからみんなで食べましょう。弟と小雪さんを食卓に座らせてケーキの箱を開ける。お姉さんはシュークリームが好きって翔さんから聞いていたので、そう言って私の前にシュークリームを置いてくれる小雪さん。ありがとう、嬉しい。若いのにとても気が利く小雪さん。見た目とのギャップに私も母も一瞬で心をつかまれてしまった。弟たちが帰った後も小雪さんの話で持ちきりだった。すごくいい子だったね。うん、明るくて自分からどんどんいろんなことを話してくれるし、あれくらいグーグー来る子の方が翔には合ってるかもね。そうかもしれないね。でも気配りもできて礼儀も心得てるから本当にいい子だと思うよ。母は小雪さんをかなり気に入ったようで、弟たちの結婚後も2人で会ったりするほど、いつの間にかすごく距離が縮んでいた。小雪さんのおすすめのお店で頻繁にランチに行ったり買い物に行ったりしているそうだ。今日はこんな話をしたとか、こんなお店に行ってね、それで小雪さんがなど、小雪さんと会った時のことを母は嬉しそうに話すので、こっちまで嬉しくなった。翔も嫁さんが姑と仲良くしてくれるのは嬉しいだろうね。いや、あの子は誰だって好きになっちゃうよ。笑顔が本当に可愛いんだもん。千尋も今度一緒にランチ行こうよ。小雪さんのおすすめのお店、子連れも大丈夫だから。そうなんだ、じゃあ次は私もついていこうかな。二人は毎週のように一緒にランチに行っているようなので、今回は私も息子を連れて一緒に行くことにした。ああ、お姉さんお久しぶりです。小雪さん久しぶり。このイケメンな男の子はもしかしてそう、息子のタクマ、今は4歳なの。タクマくんかっこいい。はじめまして、小雪おばさんだよ。おばさんじゃなくて綺麗なお姉さんでしょ多分おばさんっていう意味を分かってないから勘違いしたんだろうね。すごいいい子ですね。この言葉だけでときめいちゃいました。
小雪さんこそいい子だよ。息子ももう心開いてるもん。息子は小雪さんの服の裾を軽く引っ張り、すでに甘え始めていた。じゃあお姉ちゃんと一緒にカフェに行こうか。うん。私の息子とも仲良くしてくれて本当に嬉しかった。母もその様子を微笑ましく見ていた。そしてカフェで3人で仲良く話していたのだが、2時間ほど居座ったところで息子がぐずり出して強制終了。私たちはお会計の準備をした。ああ、千尋いいわよ、今日はまとめて私が全部払うから。え、そんな悪いよ。いいのいいの、楽しかったから支払わせて。あ、ありがとう。お母さん、いつもありがとうございます。いいのよ小雪さん、また誘ってね。はい、もちろんです。私はこの母と小雪さんのやりとりが少し気になった。そして小雪さんと別れた後、母と一緒に帰ったので聞いてみた。ねえ、いつもって小雪さん言ってたけど、毎回お母さんがランチ代出してるの？え？ああ、そうだね。え？でも結構頻繁にランチ行ってるよね。そうね。でも小雪さん結構家計が苦しいみたいなんだ。え？でも翔は公務員だし困るほどではないと思うんだけど。それに家計が困ってるなら頻繁にランチとか行かずに働くべきなんじゃ。そんな冷たいこと言わないであげてよ。あの年頃の子はもっと自由に遊ぶべきよ。それにあの笑顔で微笑みかけられると、どうしても支払ってあげたくなっちゃうのよね。嫁に親バカする母親は珍しいけど、まあほどほどにね。母は納得の上でお金を出しているそうだが、私は少し気になった。小雪さんを信用していいのだろうか。そしてその不安は的中することになる。私の父は会社を経営して、両親はかなりの金持ちな。そのため私が夫と家を建てるときに、銀行から借りると利子がもったいないからと言い、一括で建て替えてくれた。私たちはローン分を月々両親に支払っている。なぜこんな話を急にしたかというと、弟夫婦も家を購入するらしいからだ。何でも小雪さんが妊娠したとのこと。そして弟夫婦は新居を構えようという話になり、両親に報告したそうだ。母も父も孫の誕生に大喜びし、私たちの時のように費用を立て替えることにしたそうだ。土地付き新築一戸建てでかかる費用4000万。私たちも新居にお邪魔したが、おしゃれでセンスのある家だった。小雪さんは両親にとても感謝していて、母も父も嬉しそうだった。特に問題は起きてなさそうだし、弟夫婦も幸せそう。私の杞憂だったのかな。だがその数日後に、私はその考えをすぐに改めることになる。それは私がスーパーで買い物をした帰りのこと。あ、小雪お姉ちゃんだ。息子がそう言い、少し離れた道路の方を指さした。すると小雪さんが男性にエスコートされて車に乗り込んでいくのが見えた。あれは確実に弟ではない。私はすぐにこのことを母に報告。母は人違いじゃないのかいと言ってきたが、私は食い下がった。母はじゃあ調べてみるかいと言い、私たちは更新所に依頼した。すると小雪さんの知られざる裏の顔が判明した。まずこの前見かけた小雪さんと一緒にいた男性はパパ活の相手らしい。小雪さんには他に何人かのパパ活の相手がいたそうなのだが、妊娠してお腹がそろそろ大きくなりだしたので、何日か前あたりからパパ活は中断したそうだ。そしてここからが重要なのだが、小雪さんは本命というべきか、家に若い男性を連れ込んでいるのが分かった。どうやらこの男が不倫相手で、小雪さんはこの男に相当貢いでいるらしい。だからパパ活をしていたにもかかわらず、お金がなくて母に対していつもいろいろとたかっていたのだ。事実を知った私たちは憤慨し、すぐに翔に証拠を見せて報告。翔は大激怒し、実家に小雪さんを呼んだ。何も知らない小雪さんは相変わらず笑顔を振りまいていた。どうしたんですか、皆さんお揃いで。お前不倫してるだろ。え、いきなりどうしたの。もう猫かぶらなくていいよ、証拠もあるの。そう言って私はテーブルに証拠写真や資料を広げた。小雪さんは目を見開いて写真を見ていた。俺を騙してたんだな、
そんな最低な女だとは思わなかったよ。すると小雪さんは今までの愛想のいい振る舞いを一切やめて冷たく話し始めた。はあ？騙してた。夢見させてあげたのにその言い方は何なの？え？誰が好き好んであんたみたいな冴えないアラサーおじさんと結婚するのよ。公務員でそこそこ安定していることに加えて実家が金持ちだからに決まってるでしょ。それ以外にあんたに惹かれるところなんてこれっぽっちもないの。結婚してもらえただけありがたいと思いなさいよ。あまりの表現ぶりに私も弟も絶句した。もしかして子供も俺の子じゃないのか？それはわからないけど、あなたの子じゃないことを祈るわ。は？だって私はあのイケメンの彼の遺伝子が欲しいんだもの。あんたみたいなダサい男の遺伝子なんてこれっぽっちもいらないのよ。あまりにひどい言葉に私も弟もブチギレそうになったのだが、それよりも先に母がブチギレた。あんた、人をバカにするのもいい加減にしなさいよ。こっちこそあんたみたいな性根の腐った女の遺伝子が入った孫なんていらないんだよ。男を金と器量でしか見定めることができないなんて哀れな女だね。母の挑発に小雪さんがきっと母を睨む。そんな風に怒る余裕があなたにあるのかしら。あなたには私たちが立て替えた分の4000万きっちり一括で支払ってもらいますからね。え？そんなの支払えないわよ。じゃあ、あの家からは出ていくことね。いやよ、あの家は私のものよ。イケメン彼と一緒に住むの。じゃあ、ちゃんと4000万を支払って買い取ってね。え？買い取りって？さあ、もう話は終わりよ。さっさと帰ってちょうだい。小雪さんは黙り込んでしまい、不安な様子で私たちを見てきたが、私たちは全員無視。彼女は仕方なく実家を後にした。その後、弟は弁護士を雇い、小雪さんに離婚を要求。当然だが、小雪さんと不倫相手に慰謝料を請求した。そして、小雪さんはあのまま勝手に家に住もうとしたが、あの家は弟の名義であったため、すぐに追い出された。小雪さんを追い出した後、弟は家を売ったのだが、立地が良く新築同様で人気のあった物件なので、飼い主とほぼ同額で売れた。そのため母たちは負債を抱えずに済んだ。そして数ヶ月後に小雪さんの子供も生まれたのだが、 DNA 鑑定の結果弟の子供じゃないことが分かり、弟は父親として認知しなくて済んだ。ちなみに小雪さんの不倫相手は弟から慰謝料を請求されたことで小雪さんに大激怒し、彼女の前から行方をくらましたとのこと。小雪さんは本当に困ってるんです、助けてくださいと泣きながら私たちに懇願してきたのだが、母がどの面下げてやってきたのかしら、あなたの顔なんて二度と見たくないんだけどと笑顔で返すと、小雪さんは怯えながら逃げていった。母は普段はとても温厚な人なので、怒ると本当に怖い。それは小雪さんもこの前に身をもって体験していたし、今回の笑顔で突き放すパターンも相当怖かった。とりあえず小雪さんには一度自分の性格を見直して、子育てを通じてでもいいから人として変わってほしいと思う。まあ他人なのでどうでもいいことだが、生まれてくる子供には罪がないのでね。今回のことは弟がかなり気の毒だったのだが、それから1年が経った頃に弟にまた結婚の話が舞い降りた。お相手は中学の時の同級生で、向こうもバツイチとのこと。当時はかなり仲が良かったそうで、たまたま仕事の関係で久しぶりに再会したそうだ。それから交際を経て結婚に至ったとのこと。どちらもいろいろと経験してきたからか、もはや老夫婦のような落ち着いた雰囲気で呼吸も合っているので、多分このまま問題なく仲のいい夫婦生活を続けられそうだと思う。最近は弟夫婦に弟嫁の両親、私夫婦と息子に両親と勢ぞろいしてバーベキューをしたり、家族間の交流も多く、みんな仲のいい関係を築けている。これからも家族のつながりを大事にしながら、楽しい思い出をたくさん作っていきたいと思う。最後までご視聴ありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。